死因は何だったの？手がかりはない？文章のようね。タトゥー？タトゥーを入れるタイプじゃないと思ったが、防御創だ。抵抗したんだな。ああ、防御創ね。死体には死んでから水に沈められた痕跡がある。え、死んでから？辻褄が合わない。本当だよな。何か書いてあるけど。ちょっと心臓なんか。文章？一体どうやって？心臓に文章やる？胸の中に何かを入れたのね。紙かしら。胸の中に何かがある。殺人犯が。紙って書いてある。紙って書いてある。テレビ。あ。え。旅行に来たら森で迷っちまったみたいだぞ。熊も出る時期だっていうのにガイドがいれば。え？待って待って待って。これいいな。B 級感がすげえ。どういうことで？ダメじゃん。ぶっ壊していくやん、この人たち。クソふざけてるやん。ワオじゃねえんだよ。これ好きだわ。さあ、じゃあ開きますか。え、ナイチンゲールも年取ったんだな。あー、やっぱ入ってる。なんか入ってる。コールドルンレイクのものと似てる。似てる。サーガは狙われた。ナイチンゲールはサーガだが、ナイチンゲールは光を見られない。傷つき弱まるのだ。え、ナイチンゲールには心臓がないが、ここに一体誰が私たちの物語を。待ってくれ。似たようなものを見つけた。え、事件と関係があるとは。ここにある。え、大丈夫？大丈夫？おい、待て。あ、え、え、え、何？おお、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 え、それは、ナイチンゲール動き出した。やば。やば。え、どういうこと？見えない。眩しい光を見られない。え、どういうこと？
武器はない。ちょっと待って。原稿は光へ入れと。敵に見つかるなるべく光の中。あ。やば。安全地帯体力十分戦闘中離れたり。うわあ、やばいやばい。あ、こんなの筋書きのはずじゃない。マジ。初見殺しやん。えぐ。あ、こっからなのね。ちょっとスキップしましょう。やば。うわあ、ちょっと待って。ジェットストリームアタックしてくるんだけど。L1 で避けるのは確かにちょっと強くないですか。ちょっと待って。ね。三角ボタン長押しね。クソむずい。なんか多分分かってないんだ俺が。なんか分かってない。こんなの筋書きじゃない。三角ボタン長押しで、10。丸ボタンで、ちょっと待って。最初から全然イージーじゃねえんだよ。丸で。そんな書いてる。よしよし。おお。危ねえ。消えた。消えた。いやいや、絶対やばい。ああ、終わった。チャプター終了。うわ、著作権に触れそう。おお。心臓がないのに起き上がった。原稿はすべてを予言してた。彼と戦う助けになった。おお、あいつが消えたってのか。サーガはコールドロンレイクに戻った。ナイチンゲールを追うのだ。境界域の中へと。入り口は簡単には見つからないだろう。儀式。おばさん、こんばんは。サーガはその方法を知り、怪物を止めるだろう。わあ、だいぶ。増えたのはナイチ、サガ、光を持ちナイチンギル、ナイチン調査ボード、
私たちが立ち向かっている相手は単独の殺人鬼じゃない、人殺しの集団。うん、そうだな。危ないよ。あ、これさっきのね。テレビはさっき見た。異常なことになる前にブレーカー保安官は消えた。あいつは何かを知っていたな。うん、消えた。これからのことを恐れてるように不安そうだった。また謎が増えたわね。絶対なんか知ってたの。今見たものを論理的に説明できないわ。火山ガスが原因で起きた集団幻覚ってことにしてもいいんだが、そんなのはデタラメだってわかってる。超自然的な何か。そう言ってくれてよかった。これで前に進めそう。死んでるって。死んだんやで。儀式的に殺された被害者は怪物になる。そこにつながりが。俺には樹木の教団が儀式をして怪物を作り出しているように見える。うん、そうかもしれないわ。教団の目標と目的を突き止めないと。樹木の教団を止めるにはもっと情報が必要ね。死人が怪物になった。あ、これね。光でそいつと戦うの。そして未来を予言する原稿。合理的な説明なんてありそうにないわね。私たちが解決しなきゃ。未来じゃないんだ、筋書きなんだ。ナイチンゲール後で。どこへ。原稿ではナイチンゲールはコールドロンレイクに戻ってる。彼は支配されたものなんだって。彼を追って何かが起こる前に止めないと。あの影の存在か支配されたものって。光を当てないとダメだったの。うん。おい、銃声が聞こえた。どうした。死体が怖くなったか。いやいや、死んでる死んでる。保安官は消えた。ナイチンゲールは怪物に変貌し警察官たちがやられた。ここは二人に任せるわ。今すぐコールドロンレイクに戻らないと。マジかよ。なんてこって。ここは俺たちに任せてくれ。普通この二人を疑うけどな。おかしいよな。ナイチンゲールは心臓がなかった。うん、なのにどうして動けたんだ。死んでるんだぞ。